なかなか放送席、ね、はい、放送席、そしてホークスファンの皆さん、今日のヒーローは見事な勝ち越しタイムリー明石選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ワンアウト満塁、バッターボックスに行く前に監督そしてコーチから声をかけられていました。どのように背中を押してもらったんでしょうか。いや、お前が決めてこいと声をかけられたので思い切って行きました。2ボール2ストライク、ご自身の狙いはいかがだったんでしょうか。いや、チェンジアップか外まっすぐかで、まあ、正直迷ってたんですけど、まあ、全然違うインコースまっすぐが来たんですけど、まあ、いい反応で打てました。大きな大きな勝ち越しタイムリーになった瞬間はどうだったんでしょう。いや、本当嬉しかったですね。本当、まあ、なかなかこの3試合点が入らなかったので、まあ、決定的な場面もありましたし、まあ、そこでなんとか点を、まあ、取りたいという思いだけで打てました。それにしても満塁に強いですね。勝負強さどのように感じていますか。いや、あんまり気にしたことはないんですけど、はい、まあ、昨日も一、三塁で打てませんでしたし、まあ、なんとか今日は、まあ、それを取り返そうと、まあ、必死にやった結果が良くて良かったです。そして今日も節投手の時にヒットが出ました。勝利をプレゼントできましたね。はい、本当セイツさんが粘り強くね、本当投げてくれてるので、なんとか本当点をもう取ってあげたい、それだけでしたね、はい、そしてチームは貴重な夏場に一勝、本当に大きな一勝だと思うんですけど、今後に向けて一言お願いします。そうですね、本当一試合一試合やっていくだけなので、一試合一試合勝って、最後には優勝できるように、これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。今日のヒーロー明石選手でした。おめでとうございます。ヒーローインタビューをお聞きいただきましたが、狙っていたのは岸田投手のチェンジアップか外のストレートと言っていたんですが、構えは外のストレートだったんですよ ね、 ですね。あれがインコースのストレートになったんですね。本人もびっくりしたみたいな感じでしたけど、はい、うん、それを全くうまく反応して打てたんですから、まあ好調なんでしょうね、あれが、ね、反応できるっていうことは、うん、もうピッチャーにしてみたらもうどうしようもないですよね、はい。